はい、皆さんおはようございます。今僕は寝起きでございます。朝食にしようかなと思うんですけれども、時間がない時の朝食にはですね、大体僕はプロテインビレジェンド飲んでます。そしてビレジェンドと、こういうねマルチビタミン&ミネラル、これで、済ましちゃう時もあります。本当はやはりね咀嚼も必要なので口に入れて食べることが大事なんですけれども、時間がない時は、こういう感じでプロテインで済ますこともあります。で今日は、どうせならね朝食を美味しくいただきたい、ビールジェンドどれを飲んでも美味しいんですけれども、普段と違う形でこう気分転換してね、ビールジェンド飲んでみたいなということでですね、まずそんなバナナ風味、そして、こちらの、キャラメルコーヒー風味をですね、2つ用意しまして、今日はね、そんなバナナとキャラメルコーヒーをミックスして飲んでみたいと思います。ということで早速、ビールジェンドシェイカーに 200cc もう入ってます。で、1杯2杯、そしてキャラメルコーヒーも1杯2杯。僕実はね初めてこのミックス飲むのでどんな味かよく分かってないんですけれども、飲んでみたいと思います。でこうやってローリングシェイクからのシェイクをしてもらってですね、はい、ね、こんな感じで泡立ちは多少ありますが、これぐらいですね。そしてね、このビーレジェンドマルチビタミン&ミネラルを、理想としてはこれ1日ね8粒を飲んでくださいねってなってるんですけれども、理想としては朝昼晩の食後に、3粒ずつとかね、3、2、3とかね、そんな感じで飲んでもらうのが理想なんですけれども、結構僕はもうめんどくさいので一気に8粒もしくはなんかざっくりね、2、4、6、7粒、これ今入りましたけど大体6粒ぐらいを朝晩でガッとこうね飲んでしまったりします。で、これでですね、はい、でこの錠剤をですね口に入れてね、うまい、キャラメルコーヒーの味がしっかり出てるんですけど、ちょっとこのバナナのねクリーミーさもなんか出てます。いや、あんま味変わんないかな、キャラメルコーヒーに近いかな、2対2じゃなくて、あ、でも最後の口当たりがやっぱりコーヒーのふわっと感とこのバナナのクリーミー感が出ますね。2対2じゃなくて3対1でバナナを多くしてもいいかもしれないですね。うまい、今日もうまいです。ということでですね、時間がない時のかぎたりの朝食でした。また皆さん今日もいい日を過ごしましょう。